市販のあんこと粉寒天を使い、簡単に水羊羹を作ります。鍋に粉寒天と水を入れます。粉寒天は 2g から 4g、 お好みの硬さで作ってみてください。中火にかけて寒天を煮溶かしていきます。時々混ぜます。沸騰後、少し火を弱め 2,3 分煮ていき、火を止めます。あんこと塩をひとつまみ入れ、混ぜて溶かしていきます。あんこが溶けにくい場合は、もう一度火をつけてあんこを溶かしてください。滑らかに溶けました。あんこは400から500グラム、お好みの量で入れてください。今回は粉寒天2グラム、あんこを400グラムで作っています。器に流し入れて冷蔵庫で冷やします。今回は冷やした水羊羹に金箔と琥珀糖をトッピングしてみました。